はい、本日はですね、2月に来てほしい、美女が選ぶメンズコーディネートを紹介していきたいなというふうに思います。で、今日はですね、ちょっといつもと違う流れになっててですね、これ一応全身映るところで撮影はしてるんですけども、まあ、何を今からしていくかというとですね、ちょっとまあいつも僕はメンズなんで男臭い感じのね動画ばっかり出してるのもあれなんで、ちょっと今日は綺麗なお姉さんに出てもらって、でその綺麗なお姉さんが、あ、このコーディネートいいやんとか、あ、これ私着てきてもらったキュンとするわったっていうのをですね、まあいろいろ喋ってもらいたいなと思いますので、今日は綺麗なお姉さんをちょっとゲストに呼んでおります。早速もつなぎたいなと思いますので、ちょっとねリモートで、そちらのちょっと中継先の綺麗なお姉さん呼んでみたいなと思います。リホちゃん、はい、こんにちは。あ、こんにちは。すみません。今日は忙しい中。いえいえ、こちらこそよろしくお願いします。リホです。リホちゃん、よろしくお願いします。リホちゃんは、はい、あれですよね、視聴者さんやってくれたんですね、僕の動画の。そうですね、見てました。ありがたいです。まさかこんな綺麗な方がいてるなんて、もう本当にもう男ばっかり見てるんでね。男に向けてずっとなこと言ってたら、こんな綺麗な人を見てるんだっていうことで、ちゃんとしていかなかなというふうに思うんですけども。いや、でも見てる人って思いますけどね、女の子でも。あ、ほんまですか。うん。ありがたいです。リホちゃん、ちょっと選ばせてもらった理由は、もちろん綺麗とかっていうのももちろんそうなんですけど、まあ、それ以上に、もともとファッションの、まあ、モデルさんもやってはったっていうことですよね。うん、一応そうですね。はい。だから、なんかまあ、どうせやったら、ちょっとモデルさんとかが見て、まあ、メンズの男性の服どういう風に見えるんかなっていうところで、めちゃくちゃ適任やなと思ったんで、ちょっと選ばさせていただきます。ちょっと偉そうなんですが。恐れ多いです。では、早速ですが、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日の流れとしては、まあ、4パターンちょっとコーディネートを見てもらって、うん、で、それを、リホちゃん評価、採点してもらって、で最終的には、はい、まあ、どれが一番、いいですみたいな感じでいきたいなと思います。わかりました。私の感覚でいいんですよね。あ、全然それでお願いします。むしろそれがありがたいんで。はい、わかりました、はい、ね、時期的にもちろん2月っていう感じなんで、まあ、ダウンも入ってたり、うんうん、もうちょっと薄めにしたりみたいな感じでいこうかなみたいなふうには思ってて、はいはい、で先に4パターンだけちょっと言うんですけど、4パターンが、はい、うん、屋内、屋外で、あと運動しないっていう感じで分けてるんですけど、まあ、順番は何でもいいんですけど、まあ、まず屋内で運動するやつって言ったら、まあ、ダーツとかボーリングとか時のコーディネートがまず一つと、次屋内で運動なしバージョン、はい、だからカフェとか映画とか買い物とかみたいな感じ、はい、で次は屋外、外で運動あり、アウトドアとか公園とか、うん、まあ、そんな感じの、うんうん、で最後は、屋外で運動なし、だからドライブがメインですかね、うん、屋外ドライブ、うんうん、はい、運動なしという感じでいきたいなと思いますので、一応 1,2,3,4 っていう順番が、はい、別に何でもいいんですけど、まず一番最初は何でいこうかな、うん、まずじゃあ綺麗めなとこからいきますか。よく一般的にデートである映画デート、あー、いいですね、女子には。はい、じゃあちょっとそれでね、着替えていきますので、その間にちょっと適当な質問いろいろさせてもらいますので、ちょっとよろしくお願いします。はーい行っちゃった。ちなみに今行った4つのコーデの中やったら、はい、うん、どれが一番好きというか、はい、どれが好きか、うん、今聞いた中ではまだ見てないけど、うん、やっぱりデート系は気になりますよね。カフェとか、まあ、それ一番最初に持ってきてもたんかだって一緒に女の子が行くんだったらその辺かなって思いますね。ああ、なるほどなるほど、うん、ちょっとまだ映画でも寒いかなと思って、うん、ダウンは着てます、うんうん、では行きます。ダウンは着てる、うん、はい、はい、まずは映画デートです。映画デート、あー、白パンに爽やかな感じで、そうですね、なるほどなるほど、一応、うん、まあ、ちょっと寒いかなみたいな感じで、うんうん、まあ、ダウンは着てるけど、うん、まあ、中はこれはもう女子が好きなニットですよね、うん、絶対女子はニットで腕まくってちょっと血管浮き上がらせたぐらいが一番、うん、評価高いんじゃないかなと。ちょっと手首出してって感じですよね。そうです、うん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 、いかがでしょうか。いいと思います、うん、でも他のもみたいな、うん、パンツはぴったり系じゃないですよね。ちょっとゆったりですね。ゆったりしますね、うんうんうん、
うわ、なんかこれちょっと緊張するな、人に見られてると思ったら。なんかね、好みだと思うけど。あ、全然それ言ってください。え、いいですか？なんか、はい、難しいな。アウトドアファッション私も好きですけど、うん、デートっぽくはそこまでない気がする。あ、もうちょっと綺麗めの方がいい、コートとか。うん、なんか映画とかカフェって感じではないかもしれない。うわー、そうか。なるほど、これは勉強になりますね。本当ですか？でもなんか、はい、うん、そういうのが好きっていう人も絶対いるけど。なるほど。じゃあまずはちょっとこのピリ辛評価をいただいた、あの映画デートですね、これは。はい、映画デート。では次は2つ目いきたいなと思います。2つ目は何しようかな。あ、じゃあドライブにします、次は。ドライブ。はい。意外と辛口だったな。辛口だったかな。それでいいんですけど、これはもう僕がよう普段してる感じの、まあ、部屋着みたいな感じなんですけど、まあ、ドライブなんでこれでいいかなと思います。うん、動きやすく。あ、これ好き。あ、もうシンプルな感じですね。これ好きです。はい。ちなみにその好きポイントは何が好きポイントですか？はい、ですね、私シンプルなのが好きなんですよ、基本的に。で、白 T も大好きだし、下はあれですか、デニムじゃなくてあれですよね、シャカシャカパンツですか？黒のね、これはノースフェイスのパンツなんですけど、うん、これもなんか、車とか乗ってても、まあ、別にしんどくないみたいな。今年出てたやつですか？これは毎年出てるやつです。結構伸びるんですよ、ビヨーンって。結構それ私も女の子の欲しかったやつだ。ああ、ある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 。うん、ですよね。ちょっとポイントは、外に出るときは寒いかなと思って、はい、うん、これちょっとだけ綿入ってるんですよね、微妙に薄く見えるけど。ああ、そうなんだ。そうそう、だから、本当だ、ちょっとふわふわして、まあ、そうそうそう、やけど動きやすいみたいな、うん、ハンドルとかも。なんか着膨れしなくて、なんかすっきりしてるシルエットが、なんかやっぱ拓蔵さんのスタイルもなんかこう細身で素敵だから似合ってるなって。あ、かわいい。かわいい。それ めっちゃかわいい。オールブラックってでもどうなんですか、女子からしたら。オールブラックはどうだろうな、なんか難しいな、こういろんなタイプに似てるけど。でもなんかその感じはなんか素材とか違うますよね、上下。うん、そうですね、若干ちゃいますね、うん、こっちがちょっとシャカシャカしてる感じで、こっちはもうマットな感じ、まあ、伸びるけどみたいな。そうですよね。で、白 T がちょっと見える、なんかこう裾から見えてるのとかが、なんかバランスがいい気がする、なんか抜け感が、私は好きです。よかった、じゃあ次行きます。はい。ちなみに、はい、りょうちゃんはやっぱその綺麗めな感じが好き、どっちかっていうと。そうですね、自分は綺麗めが多いかもしれないです、自分が服着てるなら。TPO に合わせて。そうですね、似合ってれば。でもなんだろう、EXILE 系とかは嫌かも。EXILE 系って ちなみにどう、イメージ的にはどんな感じか。なんかジャラジャラ、なんかいろんなものをつけてたり、アクセサリーつけたり、うん、いっぱいてかつけるのはいいと思うんですけど、いっぱいいっぱいつけたりとか、フラミンゴみたいな上着着てる人とか、なんかワンピースの、あ、なんかEXILE がライブでよく着てそうな感じの。そうです、ちょっとこうヤンキーみたいな、ヤンチャだぜイエーイみたいな、チェケラみたいなのはちょっと好きではない。まあ、いかつい系はあんまり好きじゃないみたいな。あ、そうかも、そうですね。次はですね、はい、もう完全にド定番、もうアウトドア、公園とか、まあ、そういうことなんかちょっとキャンプみたいな感じの、ピクニックしようかみたいな、はい、お弁当その辺で買って、で風呂敷広げて、うん、ちょっとリホランチしようかみたいな感じのイメージなんで、だいぶ汚れてもいいみたいな感じです。汚れてもいい感じ。オッケー。あー、うんうん、かわいい。これはフリースなんですけど、はい、フリース、うん、ピクニックですよね。そうです、ピクニック公園、あの TPO 的にはオッケーだと思います。なるほどなるほど。でも、うん、また私の勝手な好みで言うと、うん、もうあの来るのが分かってないのでちゃんと聞きます。はい、フリースの、うん、色が、うん、苦手。紫が苦手。うん、ちなみにこれが何色やったらなんかいいなって思ったりしますか？男の人が着てて。他の女子どんな気持ちかな。いや、分からんですね。拓蔵さん的にはポイントはやっぱり上のフリースですか？
そうですね、まあ、紫がやっぱ被らんやろうし、で、うん、まあ、例えばピクニックとかで外でお弁当を食べてて、うん、でちょっと暑いなと思ったら脱いだらもう別にパーカーにデニムなるから、うんうん、まあ、なんかそのまま普通になんかこうゆったりもできるしみたいな、うんうん、で、お得意の、はい、じゃあどうぞっていうパターンもあるじゃないですか。女子がいてるところに、はい、どうぞっていうパターンもできるし、でまた女子がこの紫色を着ると映えるから、うんうんうん、女子は可愛いんですよ、女子は。あ、女子は可愛いそっかそっか。で、まあ、これをピュッてかぶせてあげるみたいな、うん、イメージでちょっと考えたんですけど、うん、めっちゃいい、それこれが、アウトドアですね。でもね、他とかで行くと、うん、なんかアウトドアって例えば今とかやったらまだレビューしてないんですけど、うん、届いたばっかりの新作のやつがあって、うん、まあ、こういうジャケットってノースフェイスからあるんですけど、まあ、上はこれでもいいかなみたいな、別に、あー確かに、こういうシャカシャカした感じで雨とかも通さへんし、風も通さへんから、まあ公園とかやったらちょうどいいんちゃうかなみたいな感じではあるんですけど、こういったもういかにもなんていうんですか、山系っぽい、うん、もうザ・ノースフェイスみたいな感じのやつっていうのはどんな感じですか？うん、あ、私好きです。でもこれやったらやっぱり合わせるのはデニムとかになってくる。デニム私大好きなんですよ。デニム男子大好きなので、うんうんうん、デニムに合うなんかアウターとか着てるとキュッてしますよ。なるほどなるほど。というのが以上3つ目で、でラストがボーリングダーツになります。うんうん、だからちょっとは動けた方がいいけど、うんうんうん、あ、まあそんなに別になんかさっきのドライブデートほどあれじゃなくていいかなという感じです。はい、じゃスタイルとしてはゆったりめが好きか、はい、うん、まあ、ジャストで着てるのが好きかといえば、どっちも好きですけど、体型に合ってる。なんか背が低い方が、うん、無理してオーバーサイズ着てると逆にこう背が低いのが露呈するなとか、こうバランスを見ちゃいます私。あ、うんうん、逆に拓蔵さんは自分はどういうのが好きなんですか？自分はそうですね、まあでもそれこそ状況によって違くて、はい、ドライブデートみたいなああいうやつは、うん、まあ、普段はいいんですけど、出かけるってなったらあまりにもちょっと部屋着っぽいから、うんうん、まあ、部屋着の中で動く。あ、部屋着。あ、なるほどなるほど、感じでいきます。では最後は、ダーツとかボーリングになります。はい、こんな感じです。次はもうグレーのパンツにしてみて、で、あとはもう上からフリースだけピュッて羽織ってるだけみたいな。暑なったらすぐ脱ぐし、うんうん、これ一応ね、女子からしたら、はぁ、それがどうしたんって感じなんですけど、うん、まあ、男子的に言うとこれアメリカ軍のフリースなんですよ。ああ、そうなんだ。だからちゃんと、まあ、機能性も兼ね備えてるみたいな。どんな機能性なんですか？まあ、機能性っていうか、そのまあ軍隊でも使われてるから動きやすさとかもちゃんとあるし。じゃあ弾丸とかも通さないの？それは通す。これ全然通す。ここがあの脇開いてたりとか。あ、本当だ。これは何のために開いてるでしょうか？通気性。ああ、そうそうそう、暑なったりしたらこうピューって逃がすためとかに。ああ、なるほど。こんなんがあるのがあの米軍のフリースみたいな感じです。うん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 、なるほど。フリースなんですね。シンプルな感じで、はい、もう好きか嫌いで言ったら大好きです。うん、ああ、見える見える。ああ、ちょっとなんか素材が違うんだ、皮人とか。うん、アメリカ、そうです、まあ、というのが以上4点だから、まあ、色はちょっと控えめにしてて、うん、まあ、もしあれやったらまた、まだ春のアウターが揃ってないから、まあ、春のアウターが揃い次第、うん、またりょうちゃんに出てもらおうかなと思ってるので、うん、一旦はこの辺でちょっとまあ終わりにしたいなとは思うんですが。はい、採点をしていただいてよろしいでしょうか？ドライブ、ダーツ、映画、ピクニックっていう順番かも。あ、決まった。ありがとうございます。じゃ結局、まず最下位の、このフリースの方からちょっと、まあ、総括していただいてよろしいですか？ちょっと、やんちゃに見える色かなって。うん、ああ、なるほど。そういうのめっちゃいいですね。なるほど、なるほど。ちょっとやんちゃに見える。うん、な気がする。ああ、それはなんか言われたらわからんではないですね。次は映画デートですかね。うんうんうん。第3位は。これ、ダウンを使ったやつだったんですけど。うん。これ、ネイビー大好き。ネイビー大好きですね。逆に、うん、あの、上に、うん、こうなんかボリュームがある分下がもっとキュッとしててもいいかなって思ったり、うん、もうちょっと細く、うんうんうん、じゃあこれは第2位の秘訣はちなみにどんな感じだったでしょうか？いや、なんか上はカジュアルじゃないですか、フリースで、うん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 、だけどなんかグレーのその、うん、パンツを履いてること、なんかグレーのパンツってちょっと綺麗じゃないですか、なんか綺麗っていうか大人っぽく見えるというか、う、うんうん、そうそう、品がある感じになって、
なんかちょっとミックスした感じ。ああ、なるほどなるほど。私は好きかなって思いました。うん。まあ、黒が来た時にはグレー合わせといたらちょっとまあ大人っぽく見えると。あ、そうですね。なるほど、めっちゃ今の参考になりますね。では、一番良かったドライブの時に着てた、まあ、真っ黒なやつ、うんうん、それは私好きですよ、アウターは。なるほど。でもさっき の, そのドライブデートのもすごい好きだから、うん、同率ぐらいですね。あ、ダーツのやつと、うん、なるほどなるほど。そうか、いや全然分からんな。結構なんか僕のね視聴者さん的に言うと、うん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 、もろアウトドア感出したのはほんまに公園のね、はい、これをちょっと僕はみんな紫の社さん的には喜ぶかなと思ったんですけど、うん、まあ、意外と女子行きはせえへんかったっていうところがちょっと意外でした、はいはい、いや私がおかしいのかなちょっと分かんないけど、でも確かにやんちゃっぽいと言われれば確かにやんちゃっぽいですね。うん、一応まあ第一回はですね、こんな感じでちょっとやらせてもらったんですけど、参考になりましたかね。参考になったと思います。やっぱ男はなんか機能とかがメインなんですけど、うん、女性はね機能とかあんま関係なく、うん、合わせ方とか見た目とかね大事だと思うんで。そうですね、全体の雰囲気に違う、うんうん、というところでした、うんうん、まあ、ちょっとね僕の合わせがまあ微妙だったところもあったりはするんですけど、まあ、全然下の一応ね下の動画説明欄にそれはまた同じやつ貼ったりとかレビュー動画出してますし、あとはリホちゃんのインスタも、うん、下の動画説明欄に貼らせてもらう感じにしてますので、まあ、ちょっとリホちゃんも忙しいので、はい、返信は多分全員にできるってことはないと思うんですけど、まあ、興味ある方見ていただければなというふうに思います、うん、ぜひぜひ、はい、はい、ということでね今日は特別ゲストリホちゃんに来てもらったということになっているので、はい、まあ、ここで一緒にお別れしたいなと思います。では、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。